やらなければいけないんだ。俺が。その二人相手に考え込みながら戦うのはきついんじゃないか。どうしてお前たちがここに。まさか俺を助けに来たのか。何を驚いているんだ。今は同じチームじゃないか。それはまあ分からなくもないけどね。別の世界の私たちに世界をむちゃくちゃにされたんだから。何を悩んでいるんだか知らないが、そのままじゃ足をすくわれるぞ。俺たちがいることで余計お前の邪魔になるなら退散するな。いや、ここは頼りにさせてもらう。話は終わったようだな。ならば全力で行かせてもらうぞ。どうした。ファイナルフラッシュ。ジャスティスクラッシュ。見せてやるぜ。ユナイテッドジャスティスストリーム。ジャスティス全力で俺の力よ。この世界の盾になれ。許さない。ダッカダッカ。これで終わりだ。完全に消えてしまう。思ったよりもやるな、第七宇宙。だが勝つのは我々第十一宇宙だ。第十宇宙、全選手脱落、全滅になります。従いまして第十宇宙消滅でございます。また一つ宇宙が。やっぱり慣れないね。宇宙が丸ごと一つ消滅するってのは。慣れる必要もないだろう。命が消えるのを見て何も思わない方がどうかしている。この世界の人造人間は家族を持って、その人たちを守るためにも戦っている。俺も今はただ母さんやブラ、みんなを守ることだけを考えて戦おう。ファイナルフラッシュ。終わりだよ。片手は落ちんぞ。第七宇宙十八号さん、第十一宇宙ディスポさん、脱落です。ここで私まで脱落するわけにはいかん。18号。まったく、こんなところで脱落するとはね。後のことはあんたたちに任せるとするよ。ああ、任せてくれ18号。さて、俺は別の戦場に行くとするか。何を悩んでいたか知らないが、もう迷いは晴れたみたいだからな。17号。生き残ってくれよ17号。お前もな、トランクス。